ウェイ島地図ウェイ島、戦時中も含め、最大の都市の名前からサバン島と呼ばれることもある。スマトラ島アチェ州の北西にある、小さな活火山の島で、バンダーアチェ本土から 17km 北にあり、高速フェリーで45分、通常フェリーで1時間。面積は156.3平方キロメートル、人口33,215人。主要産業は、 漁業と観光業。ウェイ島のサバンはインドネシアで最も北かつ西にある都市として知られ、サバンからメラウケットインドネシアの広さを表現するときによく使われる。インドネシア最西端付近の島であることにちなみ、距離計測開始地点という意味でのゼロロキメーターポイントと呼ばれるスポットがある。ウェイ島の名前の由来は、アチェゴのウェイからで、移る、引っ越しすという意味。 以前は、ウェイ島とスマトラ島はつながっており、火山噴火の影響で、現在のウェイ島部分がスマトラ島と切り離され、島となったとの言い伝えが由来。美しい海洋環境で知られ、インドネシア政府は、島周辺の60平方キロメートルの内陸と海を、野生生物保護地域として宣言している。ありがとうございます。